お疲れ様です。ポンです。毎日暑いですが、皆さん体調大丈夫ですか？水分補給はこまめにとって、無理しないでくださいね。はい、もう自分もちょっと無理しないようにダラダラしています。はい、それで今日の話なんですけども、5代目山口組当時の、東海地方にある山口組の枝の書で A さんの話をしたいと思います。この A さんはね、何をしてもね、間が悪いんですよ。もうタイミングがものすごく悪い人なんですよ。自分は直接じゃないんですけど、知り合いの知り合いだったんですけどね、もう話聞いてても、もう悲劇なヤクザなんですよ。例えばね、まだヤクザして1年目とかそれぐらいの時に、先輩にお金を借りてたらしいんですよ、数万円で。それを返しに行く日があって、その先輩の家に返しに行ったらしいんですよ。先輩すいません、ありがとうございましたってお金を出す時に、誰か一人監禁されてたらしいんですよ、その家に。もう顔ボコボコにされてね。それでもうそんな場面やから、もう早く帰ろうと思って、タバコ一本だけ吸って、ちょっと用事あるんで帰りますねって言ったら、先輩に1時間だけちょっとこの部屋におってくれへんかと、どうしても行かなあかん用事があると、だからこいつ見といてくれやと、1時間だけっていうことになって、まあお金も借りてたし、まあ断られへんから、わかりましたと、じゃあ1時間だけでお願いしますねって言ったらしいんですよ。で、先輩が出て行ったら、その監禁されてた人間が、助けてくれって言い出したらしいんですよ。俺を助けてくれと。いや無理やと、そんなことできへんと、先輩帰ってから先輩に言ってくれって、A さんは言ったらしいんですよ。そしたら手とか縛られてるんですけど、暴れ出したらしいんですよ、急に。うわーとか言ってね、大声出して。で、大声出されたもんやから、口を押さえたらしいんですよ。そしたらそのまま窒息してしもてね、亡くなってしまったんですよ。で、それが後日事件になって、傷害致死で懲役7年打たれてね。で、それで7年、勤めたんですよ。帰ってきて、その7年の懲役帰ってきて、3日目か4日目にね、地元の友達らと一緒に、帰ってきたから、ご飯食べてたらしいんですよ、お酒飲んで。で、騒いで、ちょっと酔っ払って、表に出たとこに、たまたま後輩が車で通ったらしいんですよ。で、後輩も、久しぶりですって声かけてきたらしいんですよ。足がなかったから、乗せて帰ってくれってことで、ほんで、わかりましたって言って、後輩と一緒に帰ってたらしいんですよ。そしたら途中で、飲酒検問してたらしいんですよ。飲酒検問を見て、後輩が、逃げますねって言ったらしいんですよ。で、なんでやねんと。お前酒飲んどんかって言ったら、飲んでないと。なんで逃げんねんって言ったんですけど、とりあえず逃げますって逃げたらしいんですよ。で、川沿い走ってるときに、先輩これ、川に捨ててくださいって言って、覚醒剤 100g ぐらい渡されたらしいんですよ。じゃあ、これが原因で逃げとんかと。で、わかったと。言って、A さんは窓から皮むいて投げたんですけど、たまたまその時に電柱か何かに当たって、皮に落ちなかったんですよ、覚醒剤が。それが、後日、事件になったんですよ。そのまま車は逃げ切ったんですよ、そのパトカーからは。でも後日、覚醒剤の袋から、パケから指紋が出て、パクられて。で、事情もでも警察にもちろん説明したんですけども、懲役2年半来たんですよ。だからシャバでおったのは10日とか20日とかそれぐらいなんですよ。7年の懲役帰ってきて、そこで自分の知り合いと知り合ってるんですよ、中でね。懲役でその2年半の懲役で知り合って、自分もこの A さんを知ることになるんですけどね。懲役その2年半帰ってきて、本部当番、本部の当番に入ってたらしいんですよ、ある日に。そしたら絶対この時間帯は本部の親分は事務所に来ないと。そういう時間帯が、あったらしいんですよ。いつも来ることない時間帯っていうのはね。それで、トイレでうんこしてたらしいんですよ、A さんは。そしたら、親分が慌てて、本部の親分が慌てて事務所に入ってきて、そのままトイレ向いていったらしいんですよ。ほんで、トイレガッと開けられそうになって、どんどんどんってされたら、入ってるっつって、A さんは言ったらしいんですよ。
バカ受けなんかいってこう、まあ、親分も怒ってたらしいですよ。まあ、A さんにしてみたら、まあ、その時親分とは思えへんから。でも、周りの当番の人間なんか途中で、お前、出ろやって、親分やぞって言うて、慌てて出たんですけど、親分が、うんこを漏らしてしまったらしいんですよ。その A さんがトイレに入っとったからね。気まずいじゃないですか。でも、本部も行かれへんなってしまって、気まずくなって、いろんな、まあ、枝の用事とかはするんですけど、まあ、いろんなことが重なって、ミスが多いらしいんですよ、とりあえず。その、自分の親方の車の鍵をなくしたりとかね。車をきれいに洗車して、方面が何かで使う日にきれいに洗車して、車をどっかに止めてあったら、もう鳩のうんこだらけとかね。もうなんかそういう悲劇が多いんですよ。その A さんにはね。それでもうこんなことしてたらあかんから、もうどうしようかなと。もう役でやめようかなとか、そういうふうに思ってるときに、この前ね、自分の動画で、ヤマケン組の人が娘さんの話があったと思うんですけどね。その話に出てくる住吉会の人、まあお金が回ってる人でお金ギリがいい人がいてたっていう話したんですけど、その人と刑務所で一緒だったんですよ、この A さんはね。で、この住吉会の人は当時携帯電話のねアンテナを立てる、そういう関係の仕事をしてたんですよ。結構お金になるんですよ、その仕事がね。山かどっかに行ってアンテナ立てる仕事なんですけど、それを A さんに振ってあげたんですよ。3人1組のチームを2つ作れと。1班2班で作れと。そしたらその仕事を下請けで出してあげるからみたいなね、話でやりだしたんですよ。そしたらそれがものすごいお金になったらしいんですよ。お金はもうものすごくゆっくりしだしたんですよ、A さんが。その時にちょうど A さんの地元で、事務所の上の人間、まあ、頭とか、まあ、社弟頭とか、そういう本部長とか、三役の誰かに、家を紹介されたりするんですよ。家買えへんかと。まあ、ちょうど結婚して、子供もできた頃やから、一軒家が欲しかったんですよ。で、そのことを住吉会の人に相談したら、お金を貸してるよと。その何千万がお金を貸してるから、家買えやと。それを買ったらいいやんと。いうことで、家買ったんですよ。そしたらその家が欠陥住宅だったんですよ。排水口とか戻ってくるしね。雨降ったら壁伝いに雨漏りがしてきて壁紙がめくれてきたりとかね。で、それで、まあもちろんその紹介してくれた事務所の上の人間に A さんはもの言うんですよ。あの欠陥住宅でしやんかと。で、言いに行くんですけど、なんや、いらんもんつけどんかいと。その分家安いやないかいみたいなことで、まあ、言い合いになるんですよ。で、それでも嫌気させて、もうやめちゃと。まあ、やめてまえ、みたいな感じになって、事務所を出たんですよ。日々詰めたかどうかちょっと覚えてないんですけど、まあ、やめたんですよ、とりあえずね。それで、ね、その仕事を一生懸命してたんですよ。A さんも現場に出てね、その住吉会の人にお金返さなあかんから。だから、その返してる道中に、まあ、お金は儲けてたから、そんな負担になるようなお金の返し方もしてなかったんですけど、一緒にやってた従業員、まあ、それも後輩らしいんですけど、その後輩が、ちょっと生意気なことを A さんに言い出してたらしいんですよ。その仕事のことでね。段取りが悪いとかね。ここはこうした方がいいみたいな。なんか、指図をするようになってきたらしいんですよ。で、こいつ、生意気やなと思って、イライラしてたらしいんですよ。そしたら、その人間が、もうやめますと。みんな連れて。その人間が結構連れてきてたらしいんですよ、従業員を。でもやめますと言うもんやから、カッてなって、工具があるらしいんですよ。ガリ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 ってなんかネジを締めるようなね。その工具で、かましのつもりで、工具で頭をパチン叩いたらしいんですよ。そしたらそのまま後ろ向いて倒れて、それ山中なんでね。後ろ向いて倒れたら、尖ってる石がたまたま出てたらしいんですよ。それに頭をぶつけて、そのまま亡くなったんですよ。それで傷害致死で、また懲役なんですよ。それも8年か9年ぐらい打たれて。で、そのまま、まあもう仕事できないじゃないですか、パクられたから。まあ、そのまま、もうその仕事も終わって、で、懲役帰ってきても、結局その住吉会の人のところには戻ってこなかったんですよ、もう。刑務所出てからね、その、東北の方に、まあ、行ってるっていうのは、その住吉会の人が探してたから、
まあ分かったんですよ。でも多分あの東日本大震災で亡くなってるんですよ。人間はものすごくいい人だったらしいんですけど、全部のタイミングが悪くて、あの一回もまあ英明見ることなく、まあ、亡くなっちゃったんですけどね。あのその家買ったぐらいの時が一番幸せな時だったんじゃないかって言ってましたね。あのその住吉会の方はね。で最後はまあ津波に巻き込まれて亡くなっちゃったみたいなんですけど、はい、まああのほんまにタイミングとか間の悪い人だと思います、あの人は。まあだからもそれも持って生まれたもんなんでしょうね。何をやってもうまくいく人はうまくいくしね。はい、そんな人もいてるんだなっていう話でした。はい、今日はこの辺にしたいと思います。皆さん暑いのでお気をつけください。じゃあ。